宝くじを見つけたから回した。やりたい、私も怪獣の絵は私じゃない、フィルターエフェクトです。うん、いやもうね、作れるもんなら皆さんに作りたい、食べてくれる人がいるっていうのはすごく嬉しいことだよね。2周年のブルーレイ見てるけど、あの子のみつさんも可愛いですね。ありがとう。ほらと検閲専門の人いるの、いるのかな、検閲専門なんかわからん、でも専門ではないと思う。怪獣の海とアバター怪獣にした、可愛い、そのアバタージョリパ行きたくなった。ピザも美味しいよね。動画の写真好きでした。本当ウニの量に家庭料理感たっぷりした。でもあれ本当はスープっていうかの方にもウニ使ってるから、あれ見た目良くするだけのウニで、本当はもうちょっとウニ使ってる。こんばんは。でもなんか瓶のウニだったからさ、あんまりウニ、まあ、ウニの味はしたんですけど。こんばんは。今日も七並び頑張った。ありがとう。いっぱい頑張って。いっぱい頑張って。当てます。今日はいつもとリップが違います。よし、当たった。一緒でございます。店出せる。本当？ジョリパ5分にある。おお。パスタソース使ったと思ってた。うん。自分で作ったよ。こんばんは。最近音楽聴いてますか？最近音楽聴いてるけど、愛子さんとママムーさんしか聴いてないかも。ほぼ。あとリグレットガールさんとか。ユニゾンさんも聴いてる。なんかいいのあったら教えてください。に行ったんかって思ったら自作で衝撃を受けたなんか最近みんなアイコ聞いてない？そうなの？ふーちゃん卒婚行くぞ。お、練習してるからね。こんばんは。カブトムシとか、いや私結構アイコさん好きで、よいろいろ聞くんですよ。ピアノマンローテーション入り、いいよね。でもね、ママムーさん一人かけるんですよ。2023年の話とかなんですけど、もうそれが悲しすぎて、なんかさ、なんかもう固定のメンバーから一人抜けるってさ、無理じゃないですか。まあまあどういう固定じゃなくてもさ、まあ、こういう私たちみたいなグループでも卒業とかあったらすごく寂しいし落ち込むけど、ずっと4人でやってきた方々が一人抜けるんですよ。一人だよ、一人なんか事務所と契約するのをなんか更新しなかったらしくて、そう2023年が悲しすぎる。この朝起きたらここ分かれてて、ちょっとこんな感じでした。でもアイドルのうちはやっぱ前髪ある方がいいと思う。自分はなんか顔がさ、なんて言ったらいいんだ、素朴だからさ
なんか前髪なくなったら一気にお姉さんになるんですよ。ハゲてるのめちゃくちゃ可愛い。本当？パスタ作って食べた。あら、一緒。顔華やかですよ。ありがとう。優しいね。私服だったら開けるのもいいかもしれない。そう、皆さんの前では開けません。もうショールームは開けるかもしれないけど、そうそう、でも73でピン止めてる髪めっちゃ言うじゃん。それソラハちゃんが村田より見ながらミチさんのお家おしゃれすぎるって言ってた。ほんと？背景かな、メイク映え、化粧映え、そうよく言われるんですよね。なんでわかるのそんなこと。皆さん見てて、デコ出しほとんどしなくなった気がする。私もともとしてないよあんまり。パスタの背景かな。箸がおしゃれ箸がおしゃれ。アイラインの入れ方で顔が変わるタイプ。確かに優しくなったり強くなったりするかも。いいね。パスタはフォークじゃなくて箸で食べる派だったと。あのあれが好きじゃないんですよね、食器が当たる音。だからお箸の方がいい。食べにくくない。カレーは好きな。スプーン、でもチークの入れ方とかでも顔変わりますよ。そうそうそう、木が好き。木が、金属ずっと。まあご飯屋さんではちゃんとフォークとスプーンで食べるけどね。こんばんは。ログハウスに住みたい。わかる。まつげ命のとこない。うん、あんまり皆さん七並べ、私1位になりました。で自分の中でね、ちょっと違うけど黒板ギーって鳴らされるのも苦手。まあね、苦手ではないんよ結局のところ。全然耐えられるんじゃけど、まあない方がいいよねって感じ。みちが1位珍しいでしょ。早く越してくださいみんな越して。10位ぐらいになりたい。10位ぐらい。そらはちゃんの道ポイントも好きね。3位狙ってるって。私の中でありがとう、頑張ります。あ、ありがとう。そうなんよ、みちこさんのハートはね無限大なんです。
200を切ろうとしたら500になるんです。なので使い放題なんです。みんなありがとう、みんなありがとう、いっぱいもっと頑張って今月ほとんど近いのよ。全然あの頑張れる頑張り方で、まあ頑張らんでもいい、楽しんでください。まあでも皆さんのおかげで今ね2、3位うろちょろしてるのでありがたいです。本当にありがとう。トップ100ってたまには見てる。100位まではたまに見てる。でもだいたい10位ぐらいまでは結構頻繁に見てるけど。ミスのアイコンが出ませんね。え、人数多いからね。いにしえコインはさすがに無限じゃないやろ。うん、でも今50万コインぐらい持ってる私一押しガチャと可愛いアイコンの時ぐらいしか使わないから。そうそう、昨日初めて見てたあたりが、え、昨日で初めてだっけ。イエーだったね。1000コインぐらい分けてください。いや全然あげたい、全然あげたいんだけどな。こんばんは。じゃあ59分59秒にやりましょう。これは先月追い込んでた道で頑張りなさいという天の声だ。そうだ、今日はシネラム対戦できて嬉しかったです。お、ありがとう。ある方は59分59秒で、夜もぜひ、まあ寝てね、寝ながらやってくださいまあではまだ5日じゃけんね、あとめちゃめちゃあるからね。こんばんは。夜口笛吹くと悪魔が来るって聞いた。いいえ、でも悪魔にも会ってみたいな。ちょっと後に余力残しとかないと。まあね、まあでも残したとて、まあ、ハートとかは残すってことか。誕生日迎えたのでマッサージしな。あ、行きまーす。なおくん、なおくんさんお誕生日おめでとう。もうよいしょ、なおくんさんおめでとう。イエーイ、おめでとうございます。おめでとう、なおくん、おめでとうございます。素敵な一年にして
していきましょう。おめでとう。今月は CM ナウトがルスト。そうなんですよ、私 CM ナウトに出ることを知らなくてさ、しかもなんかマネージャーさんに、え、私 CM ナウト出るんですねって言ってもさ、あ、そうだった、出るんだよみたいな。でも多分どうなんですかね、よくわかんない、あの宮島水族館さんの CM に出たから、私がで CM の雑誌なので CM ナウさんって、そうだから多分出るんですけど、 CM ナウさん用の撮影とかは別にしてないんですよね。だから私もどんな風に自分が出るのかよく分かってないんですけど、でもガルストさんはそう衣装と私服を着て撮影したので、ぜひ皆さん見てね。いきます。13位雷鳴る猫さん、12位ジノラミカウェグレさん、11位オオカミさん、10位ブルーさん、9位デブニアさん、8位長谷川さん、7位坪井祐介さん、6位ホジさん、5位今日は共感できるコメントができてましたかさん、4位ラスカルさん、3位マサさん、2位中原さん、そして1位はドルルルンジちゃん、なんちゃんさんでした、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルンジちゃん、 M ケンさんでした。明日の朝は朝配信ができず夜配信だけになりますね。見てください。またそれでは今日も一日お疲れでした。ありがとう。ロバチロバイサミチュー、またすありがとう毎日。